はいどうもニンニク中毒、ゆみちゃんのゆみです。いや皆さん知ってました？今月に入ってね、ニンニク系のお菓子が連続してリリースされてるんですよ。しかもね、その中の一つが僕が待ちに待ち望んだあのお菓子のニンニク味なんです。いやもうほんとね、いつかは出るだろうなと思ってたんですけど、やっと出ましたね。もうこれはね、間違いなく美味しいだろうなということで、早速紹介しようと思います。今日紹介するのはこちら、ピュー、片揚げポテト匠深みニンニク味。というわけでね、今回なんとあの片揚げポテトのニンニク味です。しかもね、普段のね片揚げポテトよりもね、ワンランク上の匠というシリーズになるみたいですね。なんとなくね、このパッケージからもちょっとお高級な感じ漂ってますよね。でこちらの片揚げポテト深みニンニク味なんですが、今年の12月13日から、だからまあ5日6日ぐらい前ですか、から全国で発売されていて、なんとね、期間限定で来年の1月の下旬にはもう終売するらしいです。なのでね、もう本当にあとね1ヶ月半ぐらいでね、もう買えなくなっちゃうみたいなので、先に言っておきます。気になった方はね、すぐ買った方がいいと思いますよ。ちなみに僕はローソンで買ったんですけど、こちらね、税込みで184円でした。ちなみにこう裏面に書いてあるんですけど、青森県田子町産のニンニクを 100% 使用して、コク深さと甘さがかった味わいを楽しめる片揚げポテトです。隠し味の味噌でニンニクの旨味を引き立てました。ニンニクパウダーには田子町産ニンニクを 100% 使用しています。というわけでね、ニンニク生産量日本一の青森県産ニンニク、しかもね、コク深く甘みがかった味わいが特徴の田子産のニンニクを使用しているんですね。いや、こう、なんというか、カルビーさんのね、本気度が伺える一品だと思います。じゃ、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど、早速食べていこうと思います。ゆみチャンネル、開封の儀。あー！はい、というわけで、匂いチェックからいきましょう。奥深いニンニクの味が、味じゃない、匂いがしますね。おー、いい匂い。なんかこう、とりあえずニンニクゴンみたいな感じではなくね、こう、なんというかこう、やっぱりお上品な感じが、しますね。僕すいません。今更気づいたんですけど、すげえ普通にパジャマで撮影してました。あ、そんなのどうでもいいって。もう早く食べろってな。うん、じゃあ食べます。では、いただきます。やだ、美味しい。マジか。ちょ。これはブラボー。ブラボー！いや、なんかね、深みニンニクっていう意味がすごいわかります。下品じゃないんですよね。まあ、そもそものね、片揚げポテトが美味しいっていうのももちろんあるんですけど、こう、なんか、とにかくね、ニンニクをぶち込んだっていうんじゃなくて、こうね、なんて言えばいいのかな、難しいな。例えるなら、焼肉って、安い焼肉ってこうバクバク食べるじゃないですか。でもこうなんかシャトーブリアンとかのこうちょっとお高めのお肉ってこうなんかそーっと食べません？そんな感じ。いや、伝わるかな。なんかね、こう、僕、普段ね、ポテチとかって、こう、2枚一緒に食べるんですよ。でもね、これに関してはね、1枚ずつね、ゆっくり食べたくなる。そんなお味なんですよ。間違いなく僕が今までの人生で食べてきたポテチランキングでね、トップ3に入りますね。下手したら1位かもっていうぐらい、本当にめちゃくちゃ美味しい。いや、これはね。ビールが合う。あ、めっちゃうまい。ほら、見てください。金麦もね、贅沢爆弾ですから。あー、うまっ。あー、ありがたくなってきた。あー、もうこのまま寝たい。っていうぐらいね、こう、なんていうか、幸せな気分にさせてくれるポテチですね。いや、もう、あと1ヶ月半ぐらいでね、販売終了っていうのが、もうちょっと、これはもったいなすぎるレベルですね。カルビーさん、これはね、ぜひね、レギュラー化した方がいいと思いますよ。ゆみチャンネル。はい、というわけでね、片揚げポテト匠、深みニンニク味、食べてみたんですけど、
マジでめちゃくちゃ美味しかったので、ほんとね、ちょっとでも気になった方はね、すぐコンビニに買いに行った方がいいと思います。あ、ちなみにね、完全にコンビニ限定らしいです。スーパーとかにはね、出回ってないみたいなので、セブンイレブン、ローソン、ファミマ、まあ他にもありますけど、ぜひね、見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。でですよ、冒頭に連続してね、ニンニク系のお菓子がリリースされてるって言ったと思うんですけど、実はもう一つ買ってあるんですよ。そちらもね、明日か、まあ遅くても明後日には動画アップしようと思います。いや、ここに来てね、ニンニク系のお菓子が連続で発売されて、僕は幸せです。ちなみにこれは美味しかったので、もう一個買ってこようと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に美味しかった。今日はいい夢見れそうです。というわけで皆さん、またお会いしましょう。またねー。